ホロコースト否認とは、ナチスドイツが行ったユダヤ人の組織的殺害であるホロコーストの一部もしくは全体を否認する主張。これらの主張を支持するものをホロコースト否認論者という。ホロコースト修正主義、ホロコースト見直し論、ホロコースト否定論ともいう。ホロコースト否定論は600万人に近い数のユダヤ人が第二次世界大戦中。 ナチスによって虐殺されたという歴史的事実を否定することを確信に置いた現象である。この場合、否定は、ホロコーストの事実をはっきり否認することのほか、該当の事件、事実を極小化、凡庸化、相対化することも含んでいる。強硬派の否定論者ないし、修正主義派によれば、ユダヤ人絶滅は実際には起こらなかった。ドイツ側当局は、 ヨーロッパユダヤ人の殺害を決して計画しなかったし、ユダヤ人が虐殺されたという絶滅収容所なども建設したことも一度もなかった。デビジョニストの見るところ、1939年から45年のユダヤ人死亡者数が、まず30万人以上ということはあり得ず、死因も通常は戦時の欠乏、困難、病気に介せられるものであった。 ホロコースト経緯も参照ホロコーストは第二次世界大戦の最中から噂として流れ始め1942年12月17日には西側連合国がドイツ政府がヨーロッパにおいて野蛮なユダヤ人絶滅政策を行っていると非難したドイツの占領地域やドイツ領が連合国によって解放され始めるとアウシュビッツビルケナウ強制収容所やダッハウ 強制収容所などで多くの被害者が発見され世界に衝撃を与えた。ニュルンベルク裁判などの戦争裁判においてはナチスドイツが組織的にユダヤ人を殺害する計画を立てていたと認定され多くの関係者が処刑された。ホロコーストは戦後の歴史家の研究対象となったがこうした経緯の中で生まれてきたのが否認論である。ホロコーストにより 数百万人規模の計画的な殺戮が行われたこと、ホロコーストが中央で計画されたこと、およびホロコーストの実行におけるナチ指導部の役割のあったことは、膨大な物証、証言および文献によって、すでに裏付けられているという認識が、近現代ヨーロッパ史の研究者における国際的な合意となっている。この状況をアメリカの歴史家デボラ・リップシタットは、 古代ローマの研究者がローマ帝国が存在したかどうかを論争したり、フランスシアがフランス革命の起きたことを証明したりするのと同じであると述べている。なお、ホロコースと否認論に基づく論文のうち一流論文史の作読を通過したものは一件もない。否認論者はこのことについてヨーロッパ等の歴史学会には否認論を研究する機会がないためなどとして説明しようとする。 一方で、フランスの歴史家、ピエール・ビダルナケは、月はロックホールチーズでできているなどと断言する研究者がいると仮定して、一人の天体物理学者が、その研究者と対話するような光景を想像できるだろうか。歴史修正主義者たちが位置しているのは、このようなレベルなのだと形容している。ホロコースト否認は、学術的な見解に反するのみならず、ビダルナケが、 ドイツナショナリズム、ネオナチズム、反共産主義、反シオニズム、反ユダヤ主義が、否認論の背景にあると分析しているように、ネオナチ等のナチズム再興を標榜する、極右派の主要なイデオロギーとなっている。一方で、サ派ハ出身者にも、否定論者は存在する。否認論者はサ派ハであることが、反ユダヤ主義者や、人種主義者ではない証明であるとして、その、サ派ハさえ、 非人論を支持しているのだという形で、非人論の正当性を主張しているが、反ユダヤ主義を右翼のみに期するのはあまりに単純な図式化である。また、大虐殺そのものは明確に立証されており、歴史学者の間で議論になっていない。このため主要なヨーロッパ諸国や欧州連合の機関においては、公共空間におけるホロコースト否認は単なる歴史研究ではなく、 政治的な意図を持った先導王として扱われる。これは、非認論者がしばしば口にする、真理の探求という口実の裏に、ユダヤ人による歴史の偽造に対する非難と、ナチ体制の名誉回復という真の目的及び、結果があるという見解によるものである。ただし、犯罪としている国においても、出版などの言論において、公共空間に表明することが違法とされており、 コロコースト否認のための研究そのものが法的に禁止されているという事実はない。一方でドイツと交戦した国でもイギリスやアメリカにおいては比較的寛容に扱われている。また戦後の中東問題でイスラエルによる行為を非難する立場からしばしば否認論が肯定的に取り扱われている。ロジガロディがフランスにおいて ホロコースト否認による人種差別強さ罪に問われた際にも欧州人権裁判所に対してシオニズムとイスラエル政府を批判しただけと主張したが彼の主張はこの範囲にとどまらず実際には明白な人種主義的な目的を持っているとして却下された事例もあるように否認論者側がイスラエルとシオニズム批判を否認論と結びつけることもあるビダルナケは 否認論者の言論を次のようにまとめている。ホロコーストに関して、生存者、目撃者、歴史家によって提出された証拠は圧倒的な量ではあるが、否認論者はそれに対して、その矛盾を指摘することにより、ホロコーストに関する通説の立証は十分ではないとして、その見直しをするべきだという立場を取る。彼らは主流であるホロコースト研究者を大虐殺進歩派。 通説派、定説派などと形容をしている。しかし、否認論者の主張は学会では認められていない。彼らはしばしばそのこと自体を、定説派が世界を不当に支配している証拠として主張している。しかし一般には、否定論者が、私学的な検証姿勢を持っていないことが指摘されている。中東研究家で、ユダヤ関係の著作を持つ滝川義人は、 否認論者の行動パターンを、あらかじめ決めていた結論に一部分の事実をはめ込み、逆にその結論と矛盾する事実は全て無視し、小さな五人役一害を、歴史をひっくり返す、大発見と、林、当時は、不可能だった対応がなかったのは、それがなかった証拠とし、相手には厳密な証明を求めるのに、自分の意見には因果関係を証明せず、 ハーフトゥルーズの世界を作り上げると指摘している。例えば、エルンスとツンデルなどの否認論者は、フレッド・ロイヒターがアウシュビッツのガス室跡地を調査したが、シアン化物の痕跡は見つからなかったとするロイヒターレポートを強制収容所にガス室はなかったと主張する上で重視している。しかしロイヒターは、科学の専門家でもなく、文献資料も無視しているため、ツンデル裁判においては、 証拠としての価値を認められなかった。一方で1994年に、クラクフイカ大学のヤン・マルキエビチのチームが行った調査では、ガス室の跡地からシアン化物が発見されたという報告があるが、否認論者がこの調査を重視することはない。また、否認論者が行う主張においては、アンネの日記などの定説派の文献のみならず、ポール・ラシニエといった、 否認論の先駆である著書の文脈無視、改ざんなどを行っていることも指摘されている。学会ではほとんど評価されない、否認論者は論争を行うことによって世間の字幕を集める戦略に出ている。アメリカの会議論者、マイケル・シャーマーは、フランスの否認論者、ロベール・ホリソンが餌をまいて大虐殺信奉者と彼が呼ぶ相手を引き寄せることを好むと指摘している。こうした 論争によって、否認論者が主張を変更したことはほとんど皆無である。ホリソンは、たった一つでいい、たった一つでも、証拠を見せてほしいというフレーズを好んで用いているが、どういったものを証拠と考えているのかという、インタビュアーの問いにはついに答えなかった。ディップシュタットは、否認論者とは、議論しないという原則を挙げているが、これは、否認論者が議論において、 ホロコーストがあったかなかったかという二項対立に持ち込むことで、否認論があったかも重要な価値を持つかのように誤認させる目的があるためだとしている。否認主義、修正主義、及び歴史修正主義を参照ホロコースト否認論者、またはホロコースト修正主義者は、否認論、または否認主義という用語について、ホロコーストそのものを全否定している印象を与えるとして、 それを拒否し、修正主義者を自称している。一方で、ホロコースト否認、または、ホロコースト修正主義を批判する研究者は、ホロコースト修正主義者による、修正主義という用語に対して、故意にミスリードするものであると指摘している。これは、否認論は、自分が予想した仮説を支持する証拠のみを採用し、 史実をおざりにするという印象を与える用語であるのに対して修正主義は新しく発見されたより正確でより客観的な情報によって歴史の事実を新しく書き換えていくことを目的としそれまで受け入れられていた歴史を再び調査・検討しようとする態度を示しうるためであるとしている。ホロコースト修正の立場を主張する論者は適切な修正主義的原則を ホロコースト氏に適用すべく努めている都市、この視点において、ホロコースト修正主義という用語が適切であると主張している。ホロコースト否認論の用語は、戦後のホロコースト感が描写するようなホロコーストは、起こっていないとする論説に用いるのに対して、ホロコースト修正主義という用語は、一時資料などから、ホロコーストの諸側面を考察するのに用いられる。 通常の私学的態度に使用されるとしている。一方で、この言説は主流であるホロコースト研究においても大虐殺の詳しい原因、ホロコーストの経緯、犠牲者の正確な数など、なお研究者の問いで意見、解釈の分かれる論点が多く存在していることを無視している。彼らが主張するホロコースト否認論とホロコースト修正主義の区別は、 一般的に受け入れられていない。2006年2月に独学の歴史家、作家デイビッド・アービングが、ホロコースト否定を理由に、オーストリアで有罪判決を受けたとき、イギリスのニュースメディアはアービングに対して、修正主義者という用語を頻繁に使用するなど、歴史修正主義英語、ヒストリカル・リビナネザムには、私学的な手法を取らず、過去の歴史を否定することを目的とする人々への、 形容詞や別称としても扱われるようになっている。ホロコースト否認に対する反論も参照。アインザッツグルペン報告書、秘密帝国問題。1941年12月ヘフレ伝報。新衛大大大指揮官ヘフレから、アイヒマン宛、1943年1月11日付。2000年に、イギリス国立公文書館で発見された。 ポーランドでの囚人処刑に関するヒムラーからヒトラーへの報告書第51号否認論者によってしばしば主張される言論詳細を以下に記す。ただしすべての論者が同一の主張をしているわけではない。1948年、フランスのジャーナリストポール・ラシニエはその著書でホロコースト生存者の証言に疑義を呈した。1964年には ヨーロッパユダヤ人のドラマでガス室をはじめとする戦後の通説に疑義を投じた。ラッシュニエは社会主義者、非暴力主義者でドイツ占領下のフランスでレジスタンスに身を投じユダヤ人をスイスに脱出させる活動などを行っていた。そのために自らがゲシュタポに捕らえられてブーヘンバルト強制収容所とミッテルドーラ強制収容所に収容された。戦後、 レジスタンス活動により、フランス政府から最高位の勲章を受けている。しかし、ラッシニエ自身の主張そのものは、ガス室で殺された人数は通説ほど多いものでも、ないと思われるという程度のものであり、ラッシニエ自身は、虐殺自体を否定してなどいなかった。ところが、アメリカの歴史見直し研究所は、ラッシニエの著書を英訳するにあたって、ガス室で死んだ人間は全くいなかったとし、 彼の主張を改ざんしている。現在でも、否認論者たちは、ラッシュニエを、ホロコースト修正主義の父と呼び、現在も、彼の著作をホロコーストに関する通説に意義を申し立てた学術的な研究として引用している。また、シオニストが、ホロコーストの捏造を行ったという見解は、後世にも引き継がれている。 ラッシュニエへの批判としては、ブーヘンバルと強制収容所は絶滅収容所ではなかったので、ガス殺人を目撃しなかったという彼の主張は意外ではないとするもの。また、ラッシュニエは、旧来説支持者を納得させるだけの証拠を挙げておらず、事故の指摘と矛盾する情報を無視している点などが挙げられている。また、ラッシュニエと同時期に、ルーマニア系ユダヤ人であるブルグも戦後語られ出した。 ガス室などによるユダヤ人大量殺戮の主張に疑問を抱き、収容所を自ら調査するなどしている。コロンビア大学の歴史家、ハリー・エルマー・バーンズは晩年ホロコースト否認の姿勢を取るようになった。バーンズは立場的には主流派に属する歴史家であり、歴史修正主義運動の初期の指導者の一人である。戦艦期には反戦的な著述家で、 第二次世界大戦後、ドイツと日本への批判は、米国の参戦を正当化するための戦時プロパガンダに過ぎず、その正体は暴かれる必要があると考えた。バーンズは、晩年の著作でホロコーストを戦時プロパガンダに含まれるとした。同様に反戦的歴史修正主義の立場を取ってきた、著述家、ジェームス・マーティンはバーンズに習って、ホロコースト否認論の姿勢を示した。 アメリカ人の歴史家、デイビド・ホガンは1961年に発表した第二次世界大戦の原因を論じた強制された戦争。1969年には、ホロコーストを否認する最初の本の一つである600万人の神話を執筆した。ホガンは一流大学教授の経歴もあり、ホロコースト否認論運動初期の中心的人物の一人となった。 1974年、アウシュビッツ周辺のモノビッツで天然ゴムに代わる素材の開発に従事していた元新衛隊員のティース・クリストファー・センが回想録、アウシュビッツの嘘を出版し、ドイツのユダヤ人政策は批判されるべきであるが、戦後のアウシュビッツ像はあまりにも誇張されたもので、クリストファー・センがアウシュビッツ周辺で勤務していた当時、 ユダヤ人ら非収容者は虐待されていなかったと証言した。戦争末期は別として、大戦中前半はユダヤ人への待遇は戦後語られるような劣悪なものではなかったという。また、非収容者のための売春宿があったことや、当時アウシュビッツに勤務していた同僚のドイツ人の、中にはユダヤ人と友情を結んで戦後も文通を続けた者などもいた事実を挙げて、 戦後のアウシュビッツ像は虚偽であると主張した。さらには、クリストファーセン自身が、ビルキナウ収容所における衛生状態の劣化に懸念を抱いて、ユダヤ人の処遇を改善するよう上司に提案したことがあったことや、ユダヤ人の中にはドイツよりもソ連を恐れる者がいて、ソ連に対するドイツの勝利を期待していたユダヤ人がいたことなどをも述べている。ただし、 これはいくつかの証言の一つに過ぎず、歴史的事実として広く認識されているわけではない。そのため、一切の証言は信用ならず、証拠にならないとの態度を取りながら、事実という前提で引用する一部の修正主義者は、その言動の矛盾を指摘されることもある。1976年に、アーサー・バッツが、20世紀のホラー、ヨーロッパユダヤ人絶滅説に対する異議申し立て、 1977年にデイビッド・アービングが、これらの著述はホロコーストに対する疑義として、現在も否定論者の間で重要視されている。1978年3月18日には、リチャード・バーラルの著書、本当に600万人も死んだのか、のフランス語訳を刊行した国民先生のフランソワ・デュプラが、ユダヤ人組織に殺害され、妻も腕と足を失った。 同1978年、ソレボンヌ大学で文書鑑定を専門としていたロベール・フォリソンが、ルモンド紙にガス室の存在に疑問を投じる記事を発表し、フォーリソン事件が起きた。フォリソンはガス室を疑瞞と呼び、この疑瞞の犠牲者は支配者たちを除くドイツ人とすべてのパレスチナ人だと述べ、この問題がパレスチナ問題と密接に関係することを指摘した。 その後、1989年9月16日、ユダヤ系団体のサンツ・オブ・ジューイッシュメモリーから襲撃され、顎と顔を砕かれ、重傷を負った。サンツ・オブ・ジューイッシュメモリーの反抗声明文には、ホロコースト否定派をブルブル震えさせろとあった。1979年、大戦中ドイツ空軍部隊将校として自ら、 アウシュビッツを短期間訪れた経験を持つ西ドイツの判事ビルヘルム指定クリッヒは裁判官の視点からニュルンベルク裁判をはじめとする戦後の戦犯裁判とホロコーストを徹底的に検証したとするアウシュビッツの神話を刊行したが1980年にはシュトットガルト裁判所の命令によりドイツ国内で反復禁止とされ発売日に書店から回収された 1978年、米国でウィリス・カートによって歴史見直し研究所が創設された。これは、ホロコーストの俗説に異議を唱える組織であり、英語圏における見直し論の広がりにおいて中心的な役割を果たしている。イアは、科学的な歴史修正主義を標榜し、ネオナチの背景を持たないジェームズ・マーティンや、サミュエル・エドワード・コンキン三世紀のような支持者を歓迎し、 またシシニエやバーンズの著作の英訳を販売している。ホロコースト肯定者は、イアの支持者は、ネオナチア反ユダヤ主義者であり、出版配布されている資料の多くはホロコーストに疑問を呈することを、もっぱらとしている団体であると攻撃している。イアは、我々の組織はホロコーストを否認しないと、表明しており、イアの定期観光物には次のように書かれている。数多くのユダヤ人が、 強制収容所やゲットーに追放された事実、あるいは多くのユダヤ人が第二次世界大戦で殺害された事実については論争は存在しない。修正主義の学者たちは証拠を提出している。この証拠はヨーロッパユダヤ人を絶滅するというドイツの計画は存在しなかったこと、600万のユダヤ人が戦時中に死んだとする推定が当てにならない故障であることが示されている。 この証拠に対して、絶滅派の連中は反駁することができずにいる。ホロコースト、すなわち、約600万という、ユダヤ人が皆殺しにされたと伝えられていることは、悪い冗談であり、これは、キリスト教徒や、教養があり誠実で正直な人ならどこの人にも、悪い冗談とみなされるべきことである。しかし、旧来説支持派は、イやがホロコースト否認論者ではないと表明する。 ことにより人々をミスリードする意図があると攻撃している。イアは殺人を目的としたがス質がアウシュビッツに存在したという証拠に対して5万ベドルの賞金を提示したのでアウシュビッツの生存者メルメーメルスティーンは証拠を提出した。しかしイアは賞金を支払わないので個人的苦痛に対する損害賠償訴訟を起こし、勝訴4万ベドルを受け取った。 イアは、ユダヤ主義者から暴力による襲撃を繰り返し受けており、1981年6月26日、1982年4月25日には放火、1982年9月5日には事務所へ発砲を受け、1984年7月4日には、シオニストグループによって放火され多くの資料が消失した。見直し論者側はこれを噴所行為と求断し、 ゲルマール・ルドルフは異なる意見を抱いているだけで非人間、悪魔、害虫、過当人種とみなしていいのだろうか。ナチスはそれをやったから非難されているのではないか。先導的な表現をすることはファシスト的、ナチス的、人種差別主義的ではないか、というダヤの過激派を批判した。1984年、カナダの高校教師、ジェームズ・キーグストラは授業で資料の一部として、 コロコーストに関する戦後の通説に疑問を呈する教材を使用し、反ユダヤ主義的主張をしたとして告発され、有罪宣告を受け、解雇された。1988年7月18日には、キーグストラの自宅が放火された。プリンストン大学教授で、左翼とみなされていた歴史家、アーノ・マイヤーは、は、1988年に、天はなぜ曇らなかったのか、において、 ドイツは、初めから、ユダヤ人を絶滅する計画ではなかったと考えられる。アウシュビッツで死亡した、ユダヤ人の多くは、恋の殺害ではなく、病死や、飢餓の犠牲者であった等の考察を述べている。メイヤーの問題提起は、ニュースウィークでも取り上げられ、日本の西岡正樹にも影響を与え、マルコ・ポーロ事件が発生した。1987年、ブラッドリー・スミスが、 ホロコーストに関する公開討論委員会を創立。コ度ドは、ホロコーストの通説を問題とする、新聞広告を、アメリカ合衆国内の大学学生新聞に打つ、試みを繰り返している。掲載の濁費は新聞によって異なるが、編集長がどちらの判断を下しても、ほとんどの新聞は表現の自由を理由として、あるいは反ユダヤ主義的な言論は慎むべきで、 あるという理由で、自らの判断を擁護する論説を掲載している。この広告キャンペーンによって、1990年代初期に多くの学生新聞に古度の広告が掲載され、全国的な議論を巻き起こし、ニューヨークタイムズもで取り上げた。2000年以降は、ユダヤ人広告主の批判を受けたこともあって、少数の例外を除き大半の学生新聞が広告を拒否するようになった。 元カナダ居住者のエルンスト・ツンデルは、サミス・ダット・パブリッシングという出版社を運営し、リチャード・バーラルの著書、本当に600万人も死んだのか、といった書物を出版した。1985年、ツンデルは、ホロコーストを否定する書物を配布、出版したとして、虚偽の報道を罪で裁判にかけられ、オンタリオ州地方裁判所によって、有罪宣告。 15ヶ月の禁錮刑を言い渡された。この事件は大きく注目され、多くの活動家が表現の自由を訴えて、ツンデルの表現の権利を擁護しようと介入し、1992年にカナダ最高裁判所が虚偽の報道法は憲法違反だと宣言し、彼の有罪判決は覆された。この裁判で1988年にツンデルが弁護側証拠として、 米国のフレット・ロイヒターに依頼して作成したロイヒターレポートは一般にガス室とされている建造物では技術的な問題からガスによる殺人は不可能であると結論づけている。裁判でロイヒターが証言をしたものの彼が工学修士ではなく哲学修士であることビルケナウのガス室に関する資料を十分に読むことなくレポートを書いていることを指摘され、 専門家による証言とはみなされなかった。1995年5月20日にはツンデル自宅へ爆弾が届く。その後、ツンデルはウェブサイトを立ち上げて主張を宣伝した。このウェブサイトに対する告訴に対して2002年1月、カナダ人権裁判所はカナダ人権法に違反しているとの判決を下した。2003年2月、アメリカ合衆国移民企画局は テネシー州において移民法違反の容疑でツンデルを別件逮捕し、数日後カナダに身柄を送還した。そこでツンデルは難民認定を受けようとしたが、ツンデルは2005年1月まで拘留され、11月にドイツで起訴された。1993年には、当時マックス・プランク研究所の臨時職員であったゲルマールドルフの ルドルフレポートがロイヒターレポートと同様の結論を提示した。批判としてはインターネット上で発表されたリチャード・ j グリーンのものがある。レポート内でルドルフは科学を用いてもホロコーストの存在を科学的に立証することはできないと科学的な論争を回避している。ルドルフレポートは極運動家のオット・エルンストレーマーの裁判において 被告側の弁護資料として用いられた。1998年、アメリカの歴史家、デボラ・リップシュタットは、著書、ホロコーストの否認において、アービングが、意図的に事実を歪めて書いていると非難した。これに対してアービングが彼女と出版社の、ペンギンブックスを提訴したが、訴えは棄却され、裁判所では、リップシュタットの考察が正しいと認定された。 1998年10月、ユダヤ系のザ・スクリーブ氏は、神の存在を否認する者は罰せられるべきである。ホロコーストへの正しい態度とは、神の敵である我々の敵に罰を与えることである。として、否認論者こそが我々の敵であり、この人々はホロコーストに関与し、参加したとみなされるべきであるし、否認論者の頭には死刑宣告とある、と述べた。フランスでは、 ホロコーストの否認は1990年代に否認主義として顕著になってきたが、この動きは遅くとも1960年代には、ピエール・ギヨームなどのフランス左翼政治家の中に存在していた。1990年代には、フランス共産党の理論的指導者であった、フランスの左翼系哲学者、ロジェ・ガロディが、ガス室をはじめとする従来のホロコースト建設に疑義を提出し、 イスラエルが政治的にこの言説を利用してきたと論じた。近年、フランスでは、サハウハウ問わず、否認論が広く展開している。その主張はホロコーストを超えて広がり、戦後それを最大限に利用してきたイスラエル批判にもつながっている。この中には、ユダヤ人資本家への批判、聖書にあるカナン人虐殺への指摘、シオニズムに対する批判などが含まれる。 1990年代半ば以降、インターネットが大衆化するにつれて、ホロコースト否認論者や、その他のグループを含む多くの組織が、新たに国際的な登場をしてきた。他方、1970年代後半から頻発した、否認論者への暴行や、関係出版社への放火なども多発し続けた。1996年9月には、イギリスの歴史評論者印刷所に、 爆弾放火が行われ、1999年1月16日にはバルセロナの書店リブレリアヨーロッパが放火された。2000年代に入り、ある重要な出来事によってホロコースト否認論者は革新的な論拠を失った。それはアービングの天候である。オーストリアでは公共の場におけるホロコースト否認は犯罪であり、アービングが1989年に行った。 演説を理由に逮捕状が出されていた。2006年、アービングは、ホロコースト否定の罪によって、オーストリアにおいて起訴され、その場において、私は1989年にホロコーストを否定したが、1991年にアイヒマン論文を読んでからは、認識を改めた、ナチスは、数百万人のユダヤ人を殺した、具体的な数字は知らない。私は、 ホロコーストの専門家ではないと、自らの否定説を撤回する発言を行ったものの、3年の懲役刑を受けた。オーストリア内務省の決定で、アービングは国外退去処分とされた。アービングは自由の身となったが、その後自らの転向を取り消したという情報はない。詳細は、ホロコースト産業を参照ユダヤ人指導者が、ホロコーストを利用して、金銭的、または、 政治的な利益を得ており、ホロコースト産業や、ショアビジネスという用語もある。例えば、1996年、スイスの主要銀行に対し、ホロコースト犠牲者のものとされる、休眠口座に眠る、預金の返還を求める、ユダヤ人の集団訴訟が起こされた。1997年、ドラミューラ大統領兼経済章は、あたかも、スイスにもかつて強制収容所があり、 ホロコーストの主犯であったかのような非難だ。賠償金の要求はまるで脅迫のようなものとして、これを、ゆすり、たかりと非難したが、イスラエルやアメリカの圧力を受け謝罪を容疑なくされる。1998年、休眠口座の調査は続行中だったが、銀行側が今後支払い要求に応じないことを、条件に12億5000万ドルを支払うことで、政治決着した。 2001年10月13日、エイシタイムズは、スイスの独立請求審判所による調査の結果を報じ、それによれば、休眠口座の総額は6000万ドル程度に過ぎず、ほとんどは少額で、処理した1万件近い請求のうち確認できた口座は200件だった。ユダヤ人政治学者、ノーマン・フィンケルスタインは、2002年、 このようなユダヤ人団体の行動をホロコーストを利用して利益を得るものとして批判するホロコースト産業を表した。このユダヤ人団体などからホロコースト否定論者とされ非難を浴びた。しかしフィンケルスタインはホロコースト産業においてホロコーストを利用して利益を得るユダヤ人団体を批判したのであってホロコースト否定論を唱えているわけではない。 著名なホロコースト研究家であるラウル・ヒルバーグやユダヤ系であるノーム・チョムスキーはこのような見解を支持している。一方で産業論はホロコースト否定論者に好意的に用いられることもしばしばある。また、ホロコーストはユダヤ人にとって道徳的優位の道具として用いられているという言説はしばしばある。1987年、ベルリン自由大学教授、 エルンスとノルテが過ぎ去ろうとしない過去で、ホロコーストは歴史上の他の虐殺と対して変わらないものであるのに、かつて迫害されたユダヤ人は今では長く特別に取り扱われ、特権化されているなどと述べ論争となった。1988年2月10日にはノルテ教授の車が放火される。また1998年には作家のマルティン・バルザーが フランクフルト書籍見本誌の平和賞受賞講演で、ホロコーストがドイツ人に対して道徳的根包として使われていると述べて、元ドイツユダヤ人中央評議会議長、イグナツ・ブービスとの間にバルザール音奏が起こった。彼らもホロコーストの存在自体を否定したわけではないが、否定論者には彼らの言説が、ホロコーストがユダヤ人に利益にもたらしている証明として、 しばしば利用されることもある。2001年2月にドイツのシュピー・ゲル氏が発表した世論調査結果によるとユダヤ人団体は自身が利益を得るためにどにに大使度の保障要求をしていると思うかとの説問に対しドイツ人の15%がそうだと答え50%が部分的にせよそうだと回答している。また2003年12月に行われた イギリスのガーディアン氏の世論調査では、ユダヤ人は自分たちの利益のために、ナチス時代の過去を利用し、ドイツから金を取ろうとしているかという質問に、全体の1、4が、そう思うと返答し、1、3が、部分的だが真実との認識を示すなど、ホロコースト産業論も現在のドイツにおいて、広く受け入れられている。イスラム教国家においては、ホロコーストに対する、 ユダヤ人への同情論が結果的にシオニズムの容認とパレスチナからのパレスチナ人追放へと繋がったとする反発からホロコースト否認論が近年台頭してきている。中東ではパレスチナの政治グループだけでなくシリアやイランの政府の人間がホロコースト否認を表明しており2005年にはイランのアフマディ・ネジャード大統領がホロコーストはなかったなどとホロコーストを否定する。 発言を行って、非難を受けた。ホロコースト否認論は、イスラム世界では、比較的新しい動きである。名誉毀損防止同盟の副理事、ケネス・ジェイコブソンは、ハーレツ紙のインタビューに答えて、次のように述べている。西側の学者による、ホロコースト否認論を適用することは、イスラム世界において比較的新しい現象である。彼らの姿勢は、 ホロコーストが起こったことは真実だが、パレスチナ人がその代償を負担するべきではないという、極めて当然のものである。ファタハの共同設立者の一人で、パレスチナ解放機構の指導者の一人である、マフムード・アッパースは、モスクワ東洋大学で1982年に、歴史学の博士号を取得したが、学位論文は、ナチスとシオニスト運動の指導者との秘密の関係と、題するものであった。 なお、ソ連は1960年代からナチスとシオニスト、指導部との秘密の結びつきを主張し、それを推し進めてきていた。彼がその博士論文をもとに1983年に書いたもう一つの顔、ナチスとシオニスト運動との秘密の関係では次のように述べられている。シオニスト運動の関心事話を誇張し、それによって利益を拡大することにあるようだ。 これは彼らが国際的世論とシオニズムとの連帯を勝ち得るためにこの数字を強調させる動機になっている。多くの学者がこれまでに600万という数字について議論し、ユダヤ人の犠牲者数を数十万人に修正するという驚くべき結論に達した。アッパースはまた2006年3月にハーレツカミのインタビューでこう述べている。 私はホロコーストについて詳細に書いており、数字について議論するつもりはないと言っている。私は歴史家の議論を引用したのであって、そこでは様々な数の犠牲者が言及されていた。あるものは1200万人と書き、あるものは80万人と書いていた。私にはその数字について論争しようとは思っていない。ホロコーストはユダヤ民族にとって恐ろしくかつ許すことのできない。 犯罪であり、人間には受け入れることのできない類の人道に対する罪である。ホロコーストは恐ろしいことであって、私がそれを否認したなどとは誰にも言わせない。ホロコーストの修正は現在様々なアラブ人指導者によって工場的に宣言され、それが中東全域の各種メディアを通じて広まっている。2002年8月にはアラブ連盟のシンクタンクで、 アラブ首長国連邦副首相のスルターン、ビンザイドアルナヒアーンが議長を務めるザーアイド共同追求センターがアブダビでホロコースト修正シンポジウムを開催した。ハマースの指導者たちもまたホロコースト修正を宣伝している。2005年12月の演説でイランの大統領マフムード・アフマディ・ネジャードはホロコーストがイスラエルを守るために広められたおとぎ話だと述べ、 国際的非難の新しい波を誘った。彼らはユダヤ人の虐殺の名のもとに伝説を捏造し、神よりも宗教よりも預言者たちよりも高い位置にそれを捧げ持っていると述べ、またユダヤ人を迫害したのはドイツやオーストリアとして迫害の責任を負うのはイスラエルの国家のために土地を手放しているパレスチナ人ではなくドイツや オーストリアであり、イスラエルはこれらの国々に移転するべきだと主張した。さらに、イスラエルのユダヤ人をアメリカ合衆国に移住させることを提案している。2006年4月24日には、究極の真実を明らかにするために、ホロコーストの真の規模を独立の立場から、再び査定することを求めた。米国では、イスラム教徒公共問題協議会、EN、 ムスリムパブリックアフェアーズカウンシルがアフマディ・ネジャードの発言を非難した。同年12月にはテヘランでホロコーストの存在に否定的、懐疑的な立場を取る著名人、指揮者を集めたホロコーストグローバルビジョン、検討国際会議が開かれた。一方、ハマースの政治指導者であるハーリード・マシャールはアフマディ・ネジャードの発言を勇敢だと評価し、 イスラム教徒はイランを支持するだろう。それはイランが彼らの思い、特にパレスチナの人々の思いを言葉にしてくれるからだと述べた。2007年1月26日の国連総会本会議はホロコーストの全面的部分的否定を非難し、すべての加盟国に対してホロコーストの否定とそのための活動を禁止する措置を取ることを勧告する決議案が103カ国の 共同提案によって提出された。この決議は投票なしで採択されたが、イランは不参加で偽善的と批判した。日本においては、ホリソンなど欧米の否認論者の言説を紹介する形で否認論が展開された。ユダヤ陰謀論論説で知られる、宇野正美もしばしばホロコースと否認論説を著書に残している。1994年には、 ジャーナリストの木村愛二が雑誌、噂の真相に、シンドラーのリストが訴えたホロコースト神話への、大疑惑と題した記事を寄稿した。1995年には、著書、アウシュビッツの争点を、発表、言論規制の動きに警鐘を鳴らした。木村の問題提起に触発された、本田勝一は、一時的にではあるが、ホロコースト見直し論に関心を抱き、当時、本田が、 編集長を務めていた、週刊金曜日に、木村による連載を企画した。詳細は、マルコ・ポーロ事件を参照、江川翔子は、マルコ・ポーロ事件の直後、マルコ・ポーロの西岡記事を支持しないと明言した上で、サイモン・ウィーゼンタールセンターが、文芸春秋に対して行った広告ボイコットの手法を、民主主義の枠を超えていると批判、月刊し、 噂の真相やジャーナリストの長岡義行などもこの問題をめぐる言論弾圧の空気を批判しガス質についての判断は留保しつつも西岡を擁護している。木村愛次はマルコポーロの記事がイスラエル建国とホロコーストの関係に全く言及していない点を批判している。西岡自身はその後 パソコン通信上の発言と1997年の著書において細部の記述には誤りがあったと自ら認めつつホロコースト否認の立場を維持ホロコースト否認論者に対する言論規制の動きをファシズムと呼ぶべきものと呼んで批判したジャーナリストの田中井はホロコーストをめぐる言論状況について常識と異なる結論に達したら犯罪者にされるというのは 分析が禁じられているのと同じであるし、またヨーロッパでは、ホロコーストの事実性を検証の対象にすることさえ、禁じられようとしていると指摘している。また、シオニストの中でも過激派と、国際協調主義を労働統計の中道派とでは、意見が対立していると指摘している。2014年産経新聞が11月26日付の、同志統会。 北陸版にホロコーストを否定する書籍の全面広告を掲載し、ユダヤ系団体、サイモン・ウィーゼンタールセンターより抗議を受け、謝罪を行った。国連では1965年に人種差別撤廃条約を採択。1966年には国際人権規約が採択された。同備規約20条2項には、差別、敵意または暴力の先導となる国民的、 人種的または宗教的憎悪の衝動は法律で禁止するとある。ホロコースト修正主義者は人種差別の罪で告発されることもある。否認論者はこれらは表現の自由の侵害であると主張しているが、欧州人権裁判所はガロディ裁判で明確に立証されたホロコーストに対して虚偽であるとして、異論を唱えることは人種主義とナチズムの復興を図り、 反ユダヤ主義を激化させる目的があると認定している。同裁判所は、否認論の表現を認めることは、かえって人権の基礎となる正義と平和を侵害するものであるとしている。ホロコースト否認は主に欧州の国において違法とされている。フランス、ベルギー、スイス、ドイツ、オーストリア、ルーマニア、スロバキア、チェコ、リトアニア、ポーランド、ルクセンブルクなどに存在する。 イスラエルでも違法。カナダやイギリスでは、ホロコースト否認を禁止する法律はないが、名誉毀損や民族間の憎しみの助長やヘイトスピーチを禁止する法律がある。1997年には、否認論者のガロディが、こうしたフランス国内の法律は、人権と基本的自由の保護のための条約に違反しているとして、欧州人権裁判所に救済を求めたが、 同裁判所は全員一致で、カロディの訴えを棄却している。同裁判所はこの中で、ホロコーストは、明確に立証された歴史的事実であるとしている。ドイツ、オーストリア、フランスでは、ナチスの犯罪を、否定もしくは相性化したものに対して、刑事罰が適用される法律が制定されているが、人種差別禁止法によって、ホロコースト否定を取り締まる国もある。 1994年からドイツでは、ホロコースト否定が、刑法で禁じられており、違反者は民主戦同罪で処罰される。オーストリアにも、同様の法律がある。なお、民主主義に敵対する言論や、結社の自由は認めないという理念は、極右と極左の双方に向けられており、旧西ドイツの最高裁判所は1956年に、ドイツ共産党に対し解散命令を下した。 これはドイツが第二次大戦の教訓から自由の敵には自由を与えない不寛容に対しては不寛容を持って当たるとするいわゆる戦う民主主義を取ったためである2003年のヨーロッパ委員会によるサイバー犯罪条約への追加議定書では人種差別的で排外主義的な行為の犯罪化に関する協約で第6条に大量虐殺や人道に対する罪の否認 一しい賠償化、是認、正当化が挙げられているが、まだ法律化されていない段階にある。またこれらの国では、ナチズムに関するナチの象徴なども禁止している。加えて、ホロコースト否認を特別に禁止している国々では、ヘイトスピーチを禁じるなど、公的な場での発言を制限する法体系が存在していることが指摘されている。グッテンプランによると、 これは、米国やイギリス、元イギリス植民地のような判例法の国々と、大陸ヨーロッパの大陸法の国々との違いである。大陸法の国々では、法律は一般により、規範的である。また、大陸法の体制下では、裁判官は、より多く尋問者として振る舞い、証拠を分析する他に証拠を集めたり提示したりする。2004年にはイスラエルで、外国に対して、 ホロコースト否定論者の身柄引き渡しを要求できるホロコースト否定禁止法が制定された。ホロコースト犠牲者は100万人に満たないという内容の博士論文を書いたことがあるパレスチナ解放機構事務局長マフムード・アッパースを標的として極右政党国民連合が提出した法案であった。2007年1月26日の国連総会本会議にはホロコーストの 全面的、部分的否定を非難し、すべての加盟国に対して、ホロコーストの否定とそのための活動を禁止する措置を取ることを勧告する決議案が103カ国の共同提案によって提案され、可決された。ただしこの勧告に強制力はない。関連人物ホロコーストの内容に疑問を投じる、ウェブサイトホロコースト否認への批判。ありがとうございます。